お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちら新エテイロイフデッキやっていきたいと思います。こちらね、一時期すげえ流行ってたね、もうマジ強いロイフデッキなんですけど、まあそれが帰ってきましたよっていうことですね。で今枯渇デッキが結構多いんですよ。結構どころかマジ多いんですよね。でその枯渇に対して、まあ、強いのが新エテイロイフだよねっていうので、あとね中身もちょっと変わりましたね。前までエレスピだったんですけど、ヤナムの中ですね、ファイボタルエレスピだったんですけど、今ねこのファイボヤタル、まあこれも多分枯渇を意識してる編成だと思うんですけど、あとなんとねヤノアメタルババエレスピのバージョンもあります。もうこれ完全枯渇メタですね。まあみたいなわけで、まあ枯渇が多いので、とりあえず生まれた、サンスペバージョンの新エテイロイフ今日やっていきたいと思います。さあラーカンよろしく。この人ねマジでうまいラバ使いです。世界でねラバ使いって言ったらまずこの人がね名前上がるぐらいうまいです。ラバルですね。ラバホリーのイメージそんなない、ラバルのイメージがすごいあります。ヤナメはまあ刺さりますよね、ファイボヤナメは。さあ来た。でこれはマジ檻から行こうかな。新鋭隊とかあると意外となんかねラバ相手にも新鋭隊ザッピでプレッシャー与えたりできるので、両サイドね。まあ欲しかったけどさ、ここはホバからのバルーンにはザッピ当てていきたいっすね。で相手のスプレーがまあちょっとわかんないですよね。ヤナアメなのか、まあ、ファイボがあんのか何なのかがちょっとわかんない。まあこれ矢打っていこうかな。よいしょ。でファイボもファイボいらねえか。いやーマジかよ、一発今抑えれたら熱かったけど、まあまあまあ、いやーオーリーがね、オーリーから出たマッチョ君入ってるから嫌ですね。このヤディガーですね。3が5、ディガーのヤナメ。いや、今ダメージ損たんでかいね。3が5型だと、まあ、縦の戦士か、あとは。縦戦か、まあ、ボンバーももしかしたらいる。まあまあまあ、ソラデッキですね、とりあえず。さ、ホバー。で、陸、縦戦だと思うんだけど、まあ相手がヤナメザップかヤナメオンリーだとしたら結構ホバ無双するんでね。さあ、いや何も出してこないの嫌っすね今の。まあザッピー出してあげて、でこの後ホバはバルーンを殴るからバルーンが一発入らないのは理想。理想オッケー。いや耐えたのでかい。あ、ガゴ群れ型なんですね。さあガゴ群れ型、いやこれはまあファイブ打つか、ちょっと嫌だったけどね。で、これ、タレ転がしてもどうせ嫌なんで。さ、ガゴガゴですね。さ、ガゴガゴ。まあまあまあ、悪くはないけど、なんかちょっとめっちゃいいわけでもないって感じですよね。さ、からの？これ、ロイフグ行こうかな。ロイフグ行って、矢がまあ最強なんでね。いや、ババいんのか。いや、ババはちょっとあの、ファイボじゃないことによって、逆に嫌っすね。さ、これちょっと。溶かしたい。なんならねこれバルーンに、よいしょ。いやせあれがある、まさかのヤザかザップ打たれてたか。まあ耐えるものの、耐えるもののラバルの形がきつすぎる。でガゴムレいる今は。そうっすね、相手も早めのね、早めのこれ延命したいっすね。延命したらさワンチャンババ使った、あガゴムレか。でこれババにファイブ打って、マッチョが、マッチョが入る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 、マッチョ入る、マッチョ入る。いや、これ D が拾う。D が拾う。拾う！ホバが？ホバが、焼いて、ヤザくんね、ヤザくんね。さあ。で、ここに、いやー、そっちか。いや、これタワーに入れとけばよかったな。いや、でもこれ、ロイグ入れば、ロイグ入れば。入れば勝ち、入れば勝ち、ちょっと入れ。いきた、来た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 、ナイスナイス、やろう。ヘッポコ読みやなめしちゃったんですけど、いや、でかいね。ディガー拾ったらでかい。41オートルナイス。さあ、矢の飴がね、マジ活躍してきましたね。枯渇メタであるものの、ガゴガゴだったんでね。さあ、でかいですよ。さあ、続いて。いやで、ちょっと重くなってるんでね。LSP が矢の飴になってる分、全体的なコストは重くなってるので、まあ、気持ち待ちながらのんびり行きましょうか。ウッド。ファイボがねえんだな、このタイミングで。このタイミングでウッドがないっすね。暇なので矢で行きます。
ロイかな。さあロイっぽいっすね。でファイボロイなのか、それともライトニングロイなのかで世界変わるっすね。ファイボだったら、まあ正直美味しいけどな。あ、ファイボじゃない、ライトだったらザッピーが無双するんで美味しいっすね。まあここはファイボ打つで、メガゴ無双されるぐらいかな僕は。よいしょ。いや、いいんじゃない、親衛隊ザッピーがこの形がね、相手きつそう。でさ、ここね、タルで延命をしてあげたかったが、ダメージが入ったのは逆サイドですね。親衛隊あるある。いや、どっちだろうな、ライト。いや、まだどっちの可能性もあるんでね。どっちの可能性もある。うん。ライト、早めになんかロイフ固めて攻めて、相手に防衛ファイブを使わせたいっすね。使ってくれたら、あ、ファイブなんだなってなるんで。さあ、檻から行こうかな。ホバーから一回迷ったんですけど。うん。折使うと、普通にロイが怖いっすね。まあ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 。さあ、ザピア君セパして、え、いいね。で、ヤンナーメファイブ取るってなんか意外とね、なんか、腐りそうで腐らないというか、困ったらヤンナーメも打てるんだね。さあ、同じこと繰り返していきましょう。で、相手のマズニクにファイブと。いや、しかも相手あのタワー、削れてる方のタワーと巻き込めるから、これ美味しい。で、メガゴが、あれ？トリトンスケールスピンマザニクウッドでずっと回してんのか。メガゴ系が全然出てこないっすね。さあ、いや、2周目マザニク来たっすね。あのマザニクは、まあ、タルババとかでね、綺麗にやりたいっすね。延命来るかな。ファイボ？何が来る？相手のスペルがちょっとわかんないので、一応、まあ、ライトニング打たれた時よりね、さあ、ザッピ出してさ、相手ライトでしたね。まあ、ライトって分かったら、まあ、僕はね、でかいっすよね。いや、これ、いや、死んで違ったかな。まあ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 。悪いわけだね。次からもうザッピー固めっすね。一生固めてあげて、これ一周目ファイブ打ったら二周目多分回してくるんですよね、速攻。まあ行きましょうか。うん。で、まあまあまあ、ここはある程度入ってもらって、ヤーも打っとくか一応。ヤー打っとくと、相手のあの、マザニクをタルババとかでね、美味しくいけると思ってるんですよ。どうなるかは分からんっす。で、ザッピーで耐えて、ザッピーで耐えて、いや、ザッピー思ったより、もっと耐えてほしいな。これ、こっち行こうかな。なんか、相手があっち側めっちゃ対策してるから。あ、メガゴが出てきた。いや、左でよかった説もあるが。まあまあまあ。さ、一生固めて、もしかしたらここにライトニング削りも来る可能性はありますね。さ、めっちゃ高めにしちゃおう。で、ファイボー。いや、これ、延命したいっすよ。タゲが？いや、あるよ。これ、マジで、ファイボー圏内に。ファイボー圏内。柳雨がいい。おい、来た。ファイボー圏内。いや、柳雨。おい、落ちるんかい。いや、豚の火力とね、なんか、スケがやっぱ、スケとかヤリゴブとか、あとはボンバーとかも、結局矢で処理できるから、ロイホグ嫌な雨が強いよね。で、まあ、ババとかスケドラだったらファイブ打てばいいだけなので、まあ、ロイホグ嫌な雨かロイホグファイブで、ほぼ確実にね、ダメージ与えれますね。まあ、なんか今みたいな感じで、相手が施設ないとね、やっぱ刺さりやすいっすね。ロイホグとスペル打てばいいので、相手がボムタワーとか、テスラとかあると、ちょっとまた話が変わってきますよね。で、今回は、流行りのね、さあ、枯渇です。いや、マジ、枯渇流行りすぎやろっていうぐらいいます。まあ、強いんでね。さあ、まあ、理想はヤナーメタルエレスピの方が回転早いし、枯渇メタだしっていうのあるんですけど、まあ、ファイボやタルで十分な気がする。で、相手のプリンセスですね。僕がすごい嫌なのは。さあ、あのプリンちょっと前に出てきてくれるもんな。いきます。で、ホバで組み立てながら、あのマッチョ強えからな、プリン延命しようと頑張ると、あのマッチョで事故るっすからね、マッチョで事故るぞ。で、コストがね、なくなって、俺の5コスロイホグこれバカ刺さるぞっていう話なんですよ。いや、施設がテスラ？いや、ロケ？いや、テスラが間に合わない。いや、熱いね。相手これ諦めたんじゃねえのか。さあ、いや、来たっすよね。この始まりテスラは、諦めと読んでもいいっすよね。いや、強いね。
でもまだ攻め矢の飴を打ったわけではないんですよ。攻め矢の飴も打ってないし、なんならあれだな、タルババで防衛しただけですよね。でファイボも使ってないから、まあ矢の飴とか関係なしに勝ったようなもんですね。はい、まあもともと身体ローフって枯渇にはね相性がいいので、まあ、さらに矢が入って相性が良くなったよねっていう編成ですね。さあナイス。相手がねプリンセスの延命にちょっとねコストめっちゃ使ってたから、ナイト使ってとかいろいろやってたから、まあなんかそれでね事故ってましたね。ラッキー。さあよろしくねと。いやファイボイ当たれたからな、結構万能なんすよね。何がきついんだろうな。ゴブリンちょっと珍しいな。ホグっすかね。ホグファルチぐらいしかゴブリン見ないので、まあヤファイボあれば基本的に相手の大型ね崩せるし、小物にも戦えるでしょ。まあボムタワー系が嫌なのかな。さあこれ待って、なんだ相手のデッキは。待って、なんだこれ、メガナイトオールブレイカーもしかして。え、いやもしかして、マスケだ。お、そうだ。え、メガネントールブレイク使ってる人いた。マジかよ。さあ、これ一発入っちゃうかもな。危ねえ。さあ、マスケ。いや、これ、端前メガナイト。エレスピの方が良かったっすね。まあ、これに関しては。まあ。メガナイトオールブレイクだ。いや、マジ珍しいっすね。マジ珍しいっすよ。いないっすもん。うん。コウモリ使ってるから、一応このホバはちょっと無双するっすね。メガナイトか。いや、まあ、それはそれちょっと嫌だな。メガナイト、ザップだけのね。で、ゴブリンだったんですもんね。そうっすよね。うん。まあ、だから、まあ、ロイグ固めたらダメっすね。一生親衛隊で攻めて、まあ、相手が、なんだろう、メガナイト裂いたら、ロイグみたいな感じか。まあ、セパっすね、出すなら。いやでもこのディガー削りだけでもね、きっちいな。そしたらユーノ。うん。あのユーノちょっとやっときたいっすね。延命来るかな。いや、それ、地味に。怖い。おい、危ない。いや、これちょっと1、3でいきます。いや、コウモリいるか、でも結局。生まれる？いや、まあ、いい。さあ、1、3セパ。いや、これ、高めますけど壊してきたらちょっと嫌っすね。壊されそうだけど。さあ。さあ、いや、鬼の許容もしながら、右サイドはどっちでもいいんだよね、僕。さあ、鬼許容の、いや、あるぞ、これ、相手、辛いぞ。で、コウモリそっちに咲く、これ、矢の雨。矢が強い。多分、ロイフグを出すと、メガナイトで踏まれるので、これ、ロイフグ出さない、これがね、強い。で、ここは、いや、低めでいっか。高めマスケ嫌なんでね、結局。ウォールブレイカー逆サイクルっすね。で、僕は、許容します。これ。鬼許容でいきます。でも、一発こっち来たのでかいね。OK、許容して、もうカウンターですね。で、マスケをやっぱ突破できないから、マスケがね、来ないでほしい。いや、OK。そう。で、これ、こっち？いや、ですよね。嫌なめ打って、矢の飴外す。マジかよ。いや、これメガネってちょっと許容します。いや、矢の飴結構大事なんでね。これやったっすかね。さあ、ファイブ打って、ウォールブレイカー来る。これも許容します。許容という名のは守れないんでね。いや、まあ。いや、痛えな。さあ、痛えって。矢の飴外したっすね、今。攻め矢の飴外したら痛いっすね。うお、おしゃれ。さあ、めっちゃおしゃれ押してくる。マジで攻めすぎなんですよね。イモるぜ。さあ、鬼許容のラスカウンター。マスキがマジで。さあ、豚。さあ、やなめ。う、来たでしょ。オッケー、よし。いやー、よく DK メガナイト相手がやっぱ出してくれるか出してくれないか際だったんですけど、もう賭けですよね。ナイス。よろしく。高え、8000いってる。僕これ勝てば7級到達ぐらいなので、ちょっと勝ちたいね。40もらえるよ。40。さあ、ディガー
ウォールブレイカー、いや高回転ウォールブレイカーですね。まあ高回転ウォールブレイカーはその流行りの枯渇に対してもまあ戦えるし、そして新兵隊ロフィグにね、次これはね、今流行ってる枯渇に対して目立ってる新兵隊ロイフグを目立ってるボムターロイフグです。あ、ボムターウォールブレイカーですね。さあ、で、ファイボー、ファイボーなんでね、間違いなくファイボーなので、で、コウモリヤリゴブか。で、ボムなので、そこだけね。いや、まずけど、あれ？ちょっと待って、俺なんか思ってんと違う。なんだこれ。なんか俺の思ってんとちょっとだけ違うが、まあでも、高回転ウォールブレイカーのマスケ型的な。そこちょっとマスケのタゲを取りたい。あーやっぱそうっすね。いやマスケかよ。いやなんかナイトヤリゴブコウモリだったらさ、ヤリゴブコウモリはね攻め矢でね射抜いてこうみたいなワンチャンあったと思うんですけどね。ピコーコーン言ってるけどちょっと気にしないでくださいね。さあナイトマスケってなると相手のマスケを僕処理する方法がファイボプラス矢の雨を打たなきゃいけないので、なかなか突破がね、むずくなってきますよね。いや、これ、無理っすね。100-0 レベルだと思うんですけどね。うん。まあまあまあ。言うて相手も新鋭隊受けが、ボムがないサイクルだとちょっときつそう。ちょっとだけね。さあ、ディガーこのホバで当てれねえか。あとは LSP ももともとまあ拾えないっすけど、ちょっとディガーのね受けがちょっとだけ少ないね。ディガーのダメージをできるだけ少なくしていきたいんですけどね。さあオリー、まあザッピーからの、そうっすよね、あのマスケっすよね。結局2周目とかで回されちゃうからな。まあ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 、ここは打って良いでしょう。打って良い。高めに来たらタルでやるぐらい。ああ、そのね、このディガーが、このディガーのダメージ、あとボムあるんでね、ロイホグを飛ばさず、新鋭隊にボムタワーを使ってほしいんだけど、相手のあのナイトマスケが別にね、ボムを使わなくても、新鋭隊を処理できちゃうっていうね、それがちょっと嫌っすよね。これ別にセパる必要がなくて、結局セパって、お、ボム使って、いや、これ熱い、これめっちゃ熱い。で、ホバにもファイボ使う。で、ボム壊れる。いや、これ言っていいな。言っていいっすね。いや、これ言ってよくて、スケか？やりごぶ？で、ウッドか？いや、ディガーか。いや、いい、これはよくて、結構入る。マジである、マジであるぞ。ディガー使ってる。これ、ウォールブレイカー追加っすね。まあ、ボム、ウォールブレイカー、これは守れる。一応、これなんか怖いんで、正面でいきます。いや、マジであるぞ。ディガーっすね。相手のディガーを拾えないので、そのディガーだけね、ちょっと気をつけて、槍も入れない。いや、マジである、マジである、マジである。さあ、ボムを使ってほしいな、ここで。ロイホグからのファイボとかでもワンチャリ。いや、いいね。これ、言ってもいい気がすんな。ボムだけど、いっぱい残ってると、なんか、事故るみたいな。いや、事故んねえか？いや、シャシャったっすね。マジかよ。こんなところでシャシャったっすね、僕。さあ、ディガーのダメージが痛いっすね、これ。さあ、来る。で、まあ、受ける。マスケが来る。あのマスケをね、どうにかやりてんだけどな。いや、ワンチャン？いや、ワンチャル、マジでワンチャル、マジでワンチャル、ワンチャル。さあ、いや、マスケがバカ来る。ザッピ拾う。いやー後半がマジで入らん。さあ、これちょっと、ファイボでやりながらの。ディガー、拾う。いや、拾ってくよ。拾ってくけど、あとちょっとがね。さあ、これがきついっすよ。これがきつい。いや、でもワンチャンをつかめ。ワンチャンつかめ。マジで。ホバで、ホバ、いや、たる。相手はもう、イモル。いや、お願い、勝てねえか、ボブで。いや、惜しいな、惜しいけど、マスケがやっぱ最強すぎるっすね。でも、攻め穴目が結構万能なのが分かりますね。スケとかやりゴブとかにも打てるし、ね、なんか、枯渇系にもとりあえず活躍するし、
いやー、勝ち切りたかったな。はい、というわけで、まあ、新鋭隊ロイグのね、サンスペバージョンが今強いので、皆さんもね、ぜひ使ってみてください。あのボムのね、あとは低めユニットがいる。あれが多分ほんと一番きついぐらいだと思うので、まあ、あれにね、あそこまでいけるってことは、もうこのロイグね、化け物です。皆さんよければ使ってみてください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。